かい、ヨンタくん。花畑くんを君につけた理由はね、君の営業成績が振るわないからなんだよ。はい、申し訳ありません。申し訳ありませんじゃなくて、売れないならせめて新人教育くらいきちんとやったらどうなんだ。はい。はいじゃなくて、どうするつもりかと聞いてるんだよ、私は。わからないのか、女くん。それは、わかっております。はい、わかりません。花畑くん、今は君に話してるんじゃなくてだね。私の話ですよね。君の話だけどね。今は本田くんと。なんで私の話なのに本田さんと話すんですか。あ、もしかして私たち似てます。似てない。ですよね。びっくりした。花畑さん、ちょっと黙っててもらえると。それでですね、さっきから何さんでしたっけ。海老原だよ。君は上司の名前も海老原さん。おしゃれな名前ですね。そうかい。それでですね、海老原さんが何を言いたいのかさっぱりわからないんです。教えてください。だから君の教育をもっとしっかりしろと。女国だね。私しっかりしてると思うんですけど、どうしたらいいでしょうか。しっかりしてる。君はしっかりはっきりしてるねってよく言われます。まあ声は大きいけどね。そうじゃなくて、海老原さんは声ちっちゃいですよね。何言ってるかよくわからないので、もうちょっとはっきり喋ってもらえますか。女君、なんとかしなさい。怒られちゃいましたね。花畑さん、もう少し反省を。反省。え、恩田さん、それ猿でもできるやつって突っ込んでくださいよ。はあ、あ、見てください、あの自販機、紫芋納豆ジュースですって。あ、めっちゃ飲みたい。恩田さん、飲んだことあります。いや、あるわけないけど。挑戦しましょうよ。仕方ないですね。ここはこの花畑がお世話になっている先輩のためにおごって差し上げましょう。え、いらない。チャリンチャリン、ポチッとな。はい、先輩、私からの感謝の気持ちです。どうも。この僕には永遠に理解できそうにない生き物は花畑花さん。僕が面倒を見ることになった新人営業マンだ。元気で、とにかく元気で、多分元気だけで採用されたんじゃないかな。恩田さん、この店に飛び込んでみましょう。え、ちょ、待って、花畑さん。頼もう。すいません、失礼いたします。いつもこんな感じで。正直なところ、この子をどうしたら教育できるというのか、海老原課長に聞いてみたい。聞けるわけがないけど。恩田くん、お疲れ様。あ、お疲れ様です、平岡さん。今日は随分早いお戻りですね。今日から推しの舞台が始まるのよ。あ、そうなんですね。美容院も予約しちゃったわ。そうですか、いいですね。全通するから明日から1週間来ないんでよろしくね。そうですか、いいで。え、私の分のノルマはクリアしてるから、あとはよろしく。え、いいんですか、課長とか。恩田くん、あのね。はい。いいか悪いかじゃないの。会社が潰れようが、課長が剥ぎようが、女には行かなきゃいけない時があるの。わかる。わかりました。わかってくれて嬉しいわ。じゃあとは頼んだわよ。アデュー。お疲れ様です。あ、ジュリちゃん先輩、お疲れ様です。花ちゃんもあとはよろしく。サラダバー。はい、サラダバー。ジュリちゃん先輩、サラダバー。あれ、私間違えました。ジュリちゃん先輩ですよね、今の。あ、うん、平岡ジュリアさんだね。ですよね。驚かせないでくださいよ。本田さんってばお茶目ですね。花畑さん、平岡先輩と仲いいの？ん？話したの今が3回目くらいですね。ジュリちゃん先輩いつもいないんで。ほんとそうですよね。あ、栗波さん、お疲れ様です。今の聞こえましたよ。本田さんも大変ですよね。え、何が？だってこれ私が言ったんじゃないんですけど、平岡さんって仕事サボってばっかりだって。面倒な仕事は人に押し付けて楽なとこだけ持ってくから営業成績いいんだってみんな言ってます。そんな、平岡さんは仕事もできる人だよ。本田さんってば優しい。
でもみんな言ってますよ、恩田さんは平岡さんの仕事押し付けられてるって。私はそうは思わないんですけど、みんなが…あの、みんなって誰でしょうか。え、みんなはみんなですよ。会社の全員ですか。ってことは、本田さんも。私も入る。全員ってわけじゃないですけど、何人かみたいな。それ、全然みんなって言わなくないですか。あ、クジラミさんって算数苦手とか。クリナミなんですけど。そうそう、クリナミさん。クリナミさんもそう思ってないって言ってましたよね。ほら、この場にいる3人が3人とも思ってないなら3対0ですよ。意味わかんない。もういいです。え、簡単な算数なのに。大丈夫ですか、クジラミさん。もう、クリナミです。ん、女さん、私の計算おかしかったですか。うん、計算はおかしいけど、花畑さんが合ってると思う。本田さんが声を上げて笑っている。初めて見ました。僕も、前に笑ったの、いつか思い出せないな。花畑さんは、なんていうか、すごい人だね。花畑さんは、何を考えてるかわからない人だけど、何も考えてないわけじゃなくて、とてもまっすぐな人だった。空気は全く読めないのに、営業先でも可愛がられることが多かった。彼女のおかげで、僕も少しだけ言いたいことを言えたりして、仕事が楽しくなった。本田君って、花ちゃんのこと好きなんでしょ。まさかの自覚なし。花ちゃんといると幸せそうな顔して笑ってるじゃない。やだな、何言ってるんですか平岡さん。それは花畑さんがおかしい人だからですよ。花ちゃんのこと目で追ってるくせに。いやいや、それは何をするか心配だからで。家でも気づくと花ちゃんのこと考えたりしてない。いや、それも心配だからで。花ちゃんがキラキラ輝いて見えたりしてない。いや、花畑さんって光属性ですよね。本田くん、それはね、恋よ。嘘だ。どう考えてもそうでしょ。ありえないですよ。だって花畑さんは僕とは別の次元の生き物ですよ。同じ3次元でしょうが。むしろ別の次元に恋してるのは私よ。2.5 次元の世界に転生したい。平岡さん、飲みすぎですって。いい、本田くん、私と違って手の届くところに相手がいるんだから頑張りなさいよ。そうだわ、花ちゃんがお手洗いから戻ってきたら私先に帰ってあげるから男見せなさい。いやいや、平岡さん、僕は花畑さんのことなんて好きじゃないですよ。またまた、本田くんは花ちゃんを好きじゃないですよ。よーし、よ、切った。平岡さん、聞こえてますか。本田さん、花畑さん、今のを聞いて。花畑は知りませんでした。本田さんが花畑のこと好きじゃないって全然知りませんでした。課長に言ってお仕事も本田さんと一緒じゃないようにしてもらいます。今まで気づかなくて申し訳ございませんでした。花畑さん。本田くん、どんまい。そんな。翌日、課長に呼び出された。本田くん、君どういうことだね。花畑くんから君とコンビを解消したいと言われたんだがね。何をしたんだい。それは少し誤解がありまして。君ね、花畑くんがこう、空気を読めないのは知ってるだろう。なんで誤解されるような話し方をしたんだい。はい。はいじゃなくてどうするつもりだい。せっかく営業成績も上がってきたのに、このままじゃコンビ解消だよ。いえ、解消はしません。
自分がきちんと花畑さんと話します。お、そうかい。うん、君がそんなにはっきりものを言うなんて、これも花畑くんの影響かね。そうですね、花畑さんのおかげです。うんうん、君に花畑くんをつけた私の目に狂いはなかったわけだ。まあ頑張りたまえ。はい。それから僕は花畑さんと話をしようと彼女を探した。でもどうにも捕まえられない。会社には来ているのに声をかけようとすると一瞬でいなくなってしまう。彼女は忍者の子孫なんだろうか。恩田さん、花畑さんと何かあったんですか？ちょっと行き違いがあって話をしたいんだけど避けられちゃってるみたいで。大変ですね。あ、私協力してあげてもいいですよ。協力？会議室に呼び出してあげます。え、なんで？栗波さんはその花畑さんのことあんまり苦手ですけど、なんか気持ち悪くって、いつも通りでいてくれないと張り合いないじゃないですか。そう、ツンデレライバルって感じなのかな。恩田さん気持ち悪い。あれ、クジラミさん、花畑来ましたよ。クリナミさんはいないよ。恩田さん、あ、ちょ、窓はやめて、ここ8階だから。ですが、花畑は恩田さんと同じ空気を吸うわけには。そこまで、ちょ、話を聞いて、花畑さん。かくなる上は、天井裏から。花畑さんが好きだ。はい？僕は、その、花畑さんが、好きみたい、なんだ。だって、恩田さんは、花畑のことが好きじゃないって。あれは、平岡さんにからかわれてつい言ってしまっただけで、つまり嘘というか。嘘？ごめんなさい。じゃあ恩田さんは花畑のこと嫌いじゃないってことですか？うん。よかった。花畑は恩田さんのこと大好きなので、すっごく寂しかったです。大好き？はい。恩田さんはいつも優しくしてくれて、助けてくれて、すっごくいい人です。いい人。ああ、もう！恩田さんも花畑のこと好きなら、ちゃんとそう言ってくださいよ。うん。じゃあ、コンビ解消しなくて大丈夫なんですね。私、課長に行ってきます。うん。では、あれ？そのまま僕の初めての告白はうやむやになった。花畑さんの様子はそれまでと全く変わらず、元気だ。僕も告白はしたものの、具体的に何かを望んでいたというわけでもなかったので、なんかまあ、このままでいっか、という感じになっている。恩田さん、今度の日曜日はお暇ですか？暇だけど。恩田さんのご実家にご挨拶に行こうと思います。僕が花畑さんのことを分かる日は一生来ないに違いない。